なべさん。いいね。で、いいね。いいよね。そう、でもこっからはね、もう思いっきりこう、ストレートラインなんですよ。折れますよね。まあ、折れます。あそこから落ちて、あそこから落ちて結構板にこうダメージがないのは、それはもうセーフじゃないかと。そうだね。雪道を掘ったし、そうだね。テント張ってるような、張らないような。そうそうそう、それはだから。ちょっと情熱列島とか情熱大陸とか、うん、情熱列島ね、あ、そうか、情熱列島言い直すのやばい、どっかのテレビ局いつこっちゃなっちゃうんです。それで、それのあとだから信越ね、うん、うん、それちょっと雪巡り、雪巡りね、その先のフリーランのね、そうそうそう、フリーランさんね、あと BP やったやつね、 BP のね、 BP のも行く、そうだよね、ちょっともう3作ぐらい作ったね、これは良かったね、スクリーンティスワンって、シンディさんね、良かったね、これは恥ずかしながら渡辺、ね、アメリカツアーだったしね、こうライブしてるんですね、アメリカラブ行ったしね、良かったね、板持ってね、うちのスノーボードね、すごいな、あとキャッチザなんとかってやらなかったっけ、BP タクティクスウィズネタクチップはね、あれ、なんだっけタクティクスウィズネイチャー、まあそう、そなんか ね、その結構東北にツアーにまあよく行ってるっすよね、今も昔からね、通い始め20年、20年ぐらい経ってる、いやいや、結構経ってますね、そうですね、意外とね、意外とすごいな、そうそうそう、ありがとうございます、八幡平もね、リフト動いてたりとか、今やもうね、みたいな、ね、その頃に行けててよかったよね、よかった、でそれで、そう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 、新越とか TV イベンっていう八幡平の車両に行けたし ね、 作れたね、よかったね、俺ツインも出たんだよね、ツインが軽くてヒノキで上のこう、上がるの楽だしそう、上がるのはそう、ヒノキ軽いからね、新越の時だったかな、そうだね、新越の時で、のこれの時、これね、この板のね、この板のサンプルボードだったんだよ、ね、そう、そうです、そうです、なべさん、いいね、で、いいね、いいよね、そう、でもこっからはね、もう思いっきりこうストレートラインなんですよ、グーってで、男一発みたいな、そうで、こっちは俺、もちろん俺、これは男一発で、これを俺も体感で見せたけど、これで、あのヒノキの、そう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 、そのフルーレングスの共同テストね、うん、こう折れませんでした、ね、まあ、あそこから落ちて、あそこから落ちて結構板にこうダメージがないのは、それはもうセーフじゃないかと、そうだね、だから結構、うん、そこからヒノキへ結構行ったよね、ヒノキベースへ、まあ、全てのきっかけはだから、これのだから、このちょうど頂上で俺と鍋さん頂上でちょっと板変えるべって言って、フリーバードと54のツインをこのピークで、この初めてとは思えない、このそのいいね、このいいね、ハイシーですね、ありがとうございます、まあ当時ね、ハイシーでよく旅をしてたんだけど、この印象あったな、そうここへたどり着くのに3年ぐらい行ったからね、そうですね、結構向こうのそうそうそう、ビブ雪よかったね、うん、これどうも、うん、今はもっと木がそうです、ね、大きくなってて目立つんだけど、うわ空、うわこれ一路、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 これうちの空、空ちゃん、空ちゃんね、空ちゃんよかったね、頑張ってたな、ワンチン行くと旅楽しかったな、空ちゃん、あ、いやこれもね、結構フラットね、そう、落ちがなんかこう、こういうことをやりたかったんだよね、やりたかったね、うん、2年、3年ここ落ちてるよね、そうですね、そうですね、うん、まあ、すごい、あと東北と、いやいやいや、これもそうだ、これもそうだ、あ、これもそうだ、うん、ホテルの上から落ちてきた、そう、今もう20年も前の話だからあれだけど、氷今ないかも、そういう氷、ホテルの前で寝てたんだよな、みんなでシャープして寝た、これこの時抜いた、これじゃん、これ、あ、これリビティ、これファーライだったよね、そう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 、ファーライだ、そうそうそう、
だ新越ってね、このフリーランで、まあ、ビデオを作ってて、その時のがこの八幡平最高ベスト。そうだね、ベスト、うん、ベストの中の八幡平のベストもやっぱあの時の TV よかったですね。1週間ぐらいって結構ね、3回ぐらいセット来て、そうだね、ね、通って車泊して、あそこに車泊しまくって、ね、で、まあそれがだから新越で、その後にこれ、情熱列島だね。まあすごい、まあこれはグリーンライフ研究所の持続的環境概念、概念、概念ってすごい。グリーンラボという伝え方、誰が書いたんですかね、これ。まあこの辺は鍋さんだな、すごい素敵だな。いやいや、すごい。でね、これそう、渚中学っていうところで、雪板を最初に作ったんですけど、そうだね、あれね、一番最初は信州大学の、そう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 、信州大学教育学部ね、うん、でのここで、そう、で不妊地が渚中学、そう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 、で最初、一番最初は基礎の中学校が新築になるっていうか、取り壊して建て替えるって言って、その時に出た材料を使ってスノーボードを作るって言って、でなんか連絡してきてくれて、まあ鍋さんとかもね知り合いだったした、五郎君、五郎君、五郎ちゃんだ、それでなんか1年目は多分ね自分たちでなんか作ったかもしれない、でなんかこうその総合学習っていうのが、ね、そうそう、授業のね、そう、何まで言ったらこのさっきの SDGs じゃないけど、うんうん、そう、まさにね、地域資材を使って、うん、そう、そういうことの始まりだったから、うん、まあでもそういう感じでこう自分とかの資材っていうか、なんかそういうの資源を見つめられたかもね、あの中学生は、うん、だからその後もう一回みんなで山原行って、もう映画のようだったじゃん、もうバスが来て中学校へ来て、そうだから 4,5 回通ってものづくりっていうか、その雪板作ったっすよね、うん、そだった、うん、あったね、その結果が、ね、夏の間にオフィスに通って冬の方だった、ね、3年ぐらいやったんですよね、これ授業3年やった、ね、雪2回、スケート1回かな、スケート2回、雪1回、なんかスケート1回、雪2回か3回って感じだったよね、うん、あれだから子供たちもし、一番最初か2回目に行った時は俺らあれですよね、映画に出るっていうことだったっすよね、授業で総合学習で映画作る、あの映画を作るっていうので、テーマが地域の間伐材を作って、それでなんていうの、そうだ、スノーボードを作るっていうのを映画にしたんですけど、まあ俺らも実はね出演した神様、神様、そうだ、そうだ、俺なんか神様になってたよね、なんかを授けたと思うんですよ、ね、授けた、で、スノーボードを作ってやるみたいな、そうか、あの海猿っていう映画が流行ってたと思って、そうだ、それで多分山猿っていう名前で、その子たちがね、先生と一緒に、ね、そう、映画を作って、うん、作ってたね、それの中のそのスノーボード作り、地域の財を使ったっていうね、そうだ、なんかを授けるとかっていうのを社会的だし、やったことあるような気がする、神様の格好しましたからね、うん、下玄関か玄関じゃない廊下を走ったと思った、そうか、やっそうだったか、でもまあなんか、ね、でもあの時の子供が大人になって今でもスノーボードやってるのがすごいな、そうですよね、あれを取っかかりにだからさね、よかったわ、いや、まあ、よかったね、そうそうそう、本当に貴重な体験をね、この情熱列島で、これ北海道も旅したやつだないや情熱はあるけど、ね、情熱北海道、情熱はあるけど目的はないみたいな、それは北海道に2週間ぐらい行った、もうちょい行ったかな、で滑りまくってこの立ちスキー場で結構まで行って、そうだね、雪道掘ったし、そうだね、テント張ったような、張らないような、そうそうそう、それはだから国交省のトイレで寝たような、寝ないような、この写真のところで寝てた、そうだね、寝てたね、そうそうそう、稚内ね、最後目指していってね、稚内、これね、これはね、あの
あなたにとってのスノーボードとはっていう。それは分からないわ、ね、何やろ分かんないね。でもね、伊豆県そこで答えですもんね。まあでもこのなんかこう、そこから始まりだったもんね。あっちを目指すぜみたいなね、この指のように。これ確かだから、そうそう、当時結構向こうを、うん、行こうやっていう話もしてたんだよ。具体的に別にここに目指すっていう計画はなかったはずですよ。そうそうそう、だから出だしでどっか行ったりして、うん、で最終的に多分鍋さんがホロタッチスキー場でね、うん、北を北に行こう、そう、最高北を目指そうって言ったのに、そう、だからあの時でも思った、どうしてリジリって言わなかったんだろう。そうですね、うん、なんかリジリって言ったらリジリ行ったかもしれない、行ったかもしれないですね。ちょっとでも俺たちどうもあそこの砂丘の、うん、その砂丘大地の崖が結構すごい面つるのいい面で、あまりにも良すぎて、そこをあの道路サイドを歩いて上がって、そこを滑ってたね、結構、うんうん、いいラインだねみたいな。そうですね、ショートが、ここでジャンプみたいな、なんか写真とか映像とか多分ね、どっかにあるかもしれない、うん、あとその、綺麗なんよ、そうしたらまあまあ、結構バビロンに来ちゃってね、うん、なかなかあれですよね、大人がこう遊んでるとちょっと厳しいですよね、厳しい世の中はね。まあそれはまあ、だね、50歳、そうだね、うん、大人だった。そうでもあの時だから雪道もね、この家内で掘ってし、寒いところでやったよね。だトイレで鍋さん、だからトイレの入り口で寝てたもんね、うん、そう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 、トイレのそのなんだろう、ドレスルームみたいなところ、ドレスルームあるよ。そんな感じだったかな。いやいや、トイレの床だったけど、自動ドア入ったらすぐそこに寝てたんだけど、ドレスルーム誰も誰も着替えもそこに外しないと思うんで、別に人が通るからさ、なんかおさんに甘えついてる。あの時だからできるけど、今だったら結構なかなか、そうですね、社会にすごいなって思って、そうね、やっぱもボーダーあったかいんだよ、あそこボーダーすげーって、すげえな、ハチスカすげえって思った感じでした、ね、どうもキャンピングカーの宿泊人数がどう考えても一人二人、あ、こう余っちゃう、ちょっとタイトだったの、うん、タイト、だったらさ、みたいな、もう公衆トイレの入り口で寝るか、寝るか、いやすごい、これも結構クレヨンでね、クレヨンで丁寧にね、これも名作ですね、ああ、描くね、これもじゃめっちゃ描いてんだ、その情熱、さっきの情熱列島じゃないけど、何よりもこう勝るものは情熱しかないんじゃないか、全然ウィスラーとかに全然いいとこずっと滑らせても、今シーズンめちゃめちゃ滑ったけど、そうだよね、今までの絵とかスノーボードとかね、ちょっとエキシビジョンとかできたらいいなとは思ってます。